姿勢7センチメートル反対戦車自走砲などは、太平洋戦争期における大日本帝国陸軍の装甲戦闘車両である。既存の弱火力の日本軍対戦車砲から脱却し、アメリカ軍戦車が持つ装甲を打ち抜くために作られた。太平洋戦争の海戦諸島、日本軍の保有する94式 37mm 砲などの対戦車砲、97式中戦車、 89式中戦車、九95式軽戦車などの戦車が装備する 37mm 砲や単 57mm 砲では搭載下砲の貫徹力が低く M3 軽戦車に対して走行を貫徹できず劣勢を強いられた。1943年末より太平洋戦線に投入された M4 中戦車との正面戦闘に至っては惨敗を喫した。 側方面へ回っての軌道戦闘や待ち伏せでも M4、中戦車は、側面3 8 1ト、mm、ルの装甲を持ち、一式軌道4 7ト、mm、ル速射砲や一式4 7ト、mm、ル戦車砲の、ような長方針4 7ト、mm、ル砲以外の方では、好条件でなければ撃破が難しかった。このような状況は、昭和17年時点で、危惧されており、 当時姿勢軌道5 7トル砲は試験段階にあったが将来登場すると想定された。連合国の新型戦車には火力不足が懸念されていた。またこれ以上の大型化は人力牽引を行うには困難であった。こうして合計7 5ト、mm、ル級の対戦車砲の開発が自走式として計画されることになった。昭和17年2月23日。 昭和17年ドリク軍技術研究本部兵器研究計画において 75mm 級の対戦車砲の製品が構想された。昭和17年11月には独立速射砲対応及び気候部対応として兵器研究方針に正式に取り入れられた。本法の研究は昭和18年2月に着手され、19年4月に設計完了した。 方針に4式 7cm 反抗車砲のものを転用している。昭和19年7月11日から17日にかけて試作砲2門が試験を行った。これが姿勢 7cm 反対戦車砲相型となった。砲本体の回収点を洗い出すうち、昭和20年1月、第4技術研究所で4式中型装機化車を使用した車体が完成。 1>, 1月中に、車体の走行試験が行われ、運行距離305キロを経て異常なく成功であった。姿勢7センチメートル反対戦車砲2型の、ベースになった姿勢7センチメートル反戦車砲。写真は、姿勢7センチメートル反戦車砲 i 型で砲に、反自動装填装弾機が装着されている。同時期、4式中戦車に配備予定の、 姿勢五式 7cm 半戦車砲2型がほぼ完成した。陸軍はこれも車体に乗せて運用を図った上、I 型と2型の部品共通化を目指し、これをベースに新棚砲を設計するよう命じた。姿勢 7cm 半対戦車砲2型である。これは元が戦車砲であるため、地面において用いる対戦車砲の I 型より後座長は短いが、 ご座の際の効力が大きく、その分反動が、車体に大きくかかった。相型法は開発中止となり、新法の研究開発のために4ヶ月を要し、5月23日、新法搭載の自走砲は、イラゴ車場で、射撃試験を実施した。結果は取付部の強度不十分であった。このために、さらに正式化が遅延、改修が終わって、試験に成功したのは、 昭和20年7月10日であった。7月20日、搭載砲は、姿勢 7cm 反対戦車砲2型から、五式 7cm 反対戦車砲として、正式化された。終戦まで1ヶ月であった。兵器研究家の論では、有効な対戦車砲の一戦への配備という点、陸軍の判断が適切であったかを批判しているものが、見られる。 昭和20年1月の時点で、相方法はほぼ実用に達していた。量産は8月から相模造兵省で行われる予定で、すでに70両が生産に着手されていた。うち30両が工程70%に達していた。1943年6月30日、陸軍軍需審議会において、 兵器行政本部は初速秒速850メートルの75ミリメートル砲弾の走行間鉄力は射程1000メートルで約80ミリメートルと推測しており、その後開発された姿勢7センチメートル反対戦車砲、姿勢7センチメートル反対戦車砲では共に射程1000メートルで75ミリメートルが目標性能とされた。試験の結果は良好と認められていた。 陸上自衛隊幹部学校選手協官室の所蔵資料であるこの絵第3師団の調整資料、現有対戦車兵器資材効力外見表によると、75TA の鉄鋼弾は、射距離1000メートル、貫通高板圧100ミリメートルとなっている。75TA に該当するものに、本社に搭載予定だった姿勢7センチメートル反対戦車砲がある。また、 1944から1945年作成と思われる陸軍大学校研究部の資料によると姿勢 75mm 対 TK 法は一種、射距離 300m、貫通威力 118mm、一種、射距離 400m、貫通威力 115mm、一種、射距離 500m、貫通威力 112mm、二種、 射距離300から500メートルの研究未了となっている。なお、姿勢7センチメートル反対戦車砲2型のベースとなった五式7センチメートル反戦車砲の装甲間鉄力であるが、1945年4月に陸軍機構本部が刊行した対戦車戦闘の参考法によれば、中高版を対象にした場合、命中角九十度だと射距離百メートルで二百ミリメートル、 車距離400メートルで180ミリメートル、車距離650メートルで160ミリメートル、車距離1000メートルで140ミリメートル、車距離1600メートルで100ミリメートル、車距離2500メートルで60ミリメートルとなっている。仮想的戦車の中造後半に対する有効車距離は M4 中戦車の車体前面上部65ミリメートルで300から500メートル、 車体全面下部 65mm では 2000m 以上でも、貫通、マーク、フォーフ標戦車チャーチルの砲塔全面 100mm や、車体全面上部84プラス 13mm では 1500m とされている。なお戦車搭載下方向力外見表の魂は、一式鉄鋼弾で、タングステンクロム鋼の特鋼や、ニッケルクロム鋼の特,鋼の特鋼をつないし無作薬の4、式鉄鋼弾を使用させた。 際の数値は不明である。車体後方。車体は4式中型蒼機化車を回収使用している。秒節で組み立てられ、車体全部に機関室、中央に操縦室、後部に搭載スペースを持ち、蒼機されていた。エンジンは、統制型 V8 ディーゼルが搭載され、165馬力で最高速度時速 40km を出した。天輪は7組である。法は、 車体後部の搭載スペース全部、操縦室のすぐ後ろに搭載された。相型砲の方向車界は左右角20度、不行はマイナス8度からプラス19度であった。弾量 6.6kg の砲弾を初速秒速830メートルで打ち出した。使用弾薬は一式鉄砲弾、四式榴弾、四式鉄砲弾である。弾薬は68発を搭載。 後代4技術研究部で搭載数研究を行い、110発まで増加した。砲は水平左線の半自動式であり、射撃すると5座と共に自動的に空薬莢が薬室から抜き出された。砲の後部から見て、左側に砲手が位置しみさを砲する。右側には分体調席が設けられた。砲の上部に中体副咲機が設けられ、シリンダーが二等装備された。 車体後部の戦闘室は限定された装甲しか持たなかった。方々立ての他髪型は解放され、側、は、面とも、搭乗員が立つと上半身が見える程度の高さで、後半が巡らされていた。装甲は、前面 12mm、側面 12mm、後面 4mm、底面 6mm である。 ウォーサンダー、日本陸軍ツリーの放戦車エヌベイ2として登場。ありがとうございます。